はい、プレボルドマヤ求人です。今回はですね、楽天助っ人の挙手ということで、助っ人のね、挙手考察シリーズ、楽天が12球団最後となりました。でちょっと間空いたんですけど、その理由としてはですね、試合が助っ人楽天4選手しかいません。ただそのうちですね、特に野手に関しては、これどうなるんだろうっていうところで結構ね悩んでおりました。なのでちょっとね様子を見ていたんですけれども、ただねいつまで見ていても仕方ないので、現時点の成績見て残留か退団かというところを、しっかりと考察していきたいと思います。まだねちょっと悩んでいる部分はあるんですけど、あくまで現時点での成績見てどうなのかというところをねお話していきたいと思いますので、まずはピッチャーからですね見ていただきます。どうぞ。はい、ではまず一人目はアラン・ブセニッツ、来日4年目32歳ですね。今季年俸が約150万ドル、レートがですね、契約時は 1.57 億円ということですね。契約時は 2.1 億円。ブセニッツに関しては複数年契約でございますので、為替予約を交わしていればですね、円安の影響は来季受けない可能性もあるよということでございますが、なので 1.5 から、2億円ちょいの幅かな。はい。で、見ていくと、成績はですね、1軍は28登板で 26.1 イニング2勝1敗。11ホールド防御率 2.39、奪三振率 6.84、予測率 2.73 という成績でございます。で、2軍では2登板で2イニング防御率 0.00、奪三振率 13.50、予測率 0.00 という成績でございました。はい。ブセニッツに関してはですね、来季2年契約の2年目ということになっております。今季ね28登板ちょっと骨折がありまして、途中離脱が、ありましたので、あまりですねイニング数っていうのは稼げていないんですけれども、ただ投げたらですね、しっかりと結果を出してくれる選手ですし、当然ですね2年契約の2年目来季も契約残っておりますので、ブセニッツに関しては個人的予想は残留確定というところでしょう。よっぽどじゃなければですね複数年破棄っていうのはないかなっていうふうには思いますので、来シーズンもある程度ですね活躍期待できる選手で、骨折ね、なければしっかりと4、50登板ぐらいは、投げていたかなっていうふうに思いますので、来シーズンはそのぐらいのね成績っていうのを期待したいところでございます。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いてはですねソン・チャンホ、来日7年目、30歳ですね。今季年俸約100万ドル、9月時点レートは 1.4 億円ほどとなっております。で、成績見ていきましょう。1軍では45登板で43イニング4勝2敗、17ホールド、防御率 2.51、奪三振率 6.91、予測率 2.75 という成績です。で、2軍ではですね、9登板で9イニング2勝0敗、防御率 3.00 という成績でございます。はい、ソン・チャーホーに関してはですね、まず残留要素は成績と実績ということですね。今シーズンね、多少離脱はありましたが、45登板投げておりまして、4勝2敗17ホールド防御率2点台ということで、悪くないですね。しっかりと今シーズンも成績残してくれておりますし、彼に関しては実績もあると、ちょっとね、1年ぐらい不調だったシーズンはあったんですけど、それ以外は働いてくれておりますし、去年に関しても、60試合くらい投げておりましたので、やっぱ、頼れるリリーバーかなっていうふうに思いますし、彼がちょっといてくれないとですね、楽天のリリーバーも計算しにくいところもありますので、しっかりとこう残留させたい選手の一人かなっていうふうには感じますが、で対談要素もやっぱ特にないかなっていうふうに思いますね。これだけ成績残してますし、年俸もこうベラボーに高いわけではありません。おそらくねさらにアップするとは思うんですけれども、一方でこう MLB ですね、そこに引き抜かれるほどめちゃくちゃいい成績かと言われれば、そこまで奪三振率は高くないので、そういう心配もねそこまでしなくていい選手かなっていうふうには思いますので、特にこう対談する要素っていうのは見当たらないのかなっていうふうには感じましたので、彼に関してはですね、個人的予想は残留濃厚ということにさせていただきました。残留でしょう。ブセニッツと、やっぱソンですね。この二人で、しっかりとですね、リリーバー、支えていってほしいなっていうふうには感じますが。はい。で、続いてが問題の野手ですね。見ていきましょう。はい。続いて、ホセ・マルモレホス、来日1年目、29歳ですね。今季年俸約90万ドル、9月時点のレートは 1.2 億円ですね。成績見ていきましょう。1軍では215打席で40安打、7ホーマー、28打点、打率が2割6厘、スリー率2割7分9厘、長打率が3割4分5厘、オペース 0.624 という成績でございます。で、2軍では165打席で35安打、6ホーマー、23打点、打率が2割4分5厘、オペースが 0.808 という成績でございます。
はい、というわけで、まあ、問題のですね、野手陣、まず1人目はホセ・マルモレホスですね。残留要素としては、まあ、長打力はありますよね。まあ、7ホーマーっていうところで、まあ、先日もホームラン打っておりました。やっぱね、楽天的には、こう、一発でも打てる選手っていうのが、まあ、サムラとか、そこに偏ってはしまっているので、やっぱね、こう、助っ人とはいえ、しっかりと、まあ、ホームランをある程度、計算できる選手は貴重かなっていうふうには思いますが、で、ただ一方で、対談要素の方が多くてですね。やっぱまあ、成績ですよね。ここがやっぱまあ、振るっていないと、ホームランこそですね、まあ、7本打っているんですけど、まあ、打率は2割6厘ということで、かなり低いですね。OPS も 0.624 ということで、まあ、200打席以上経ってですね、この成績っていうのはやっぱ、寂しいものがあるかなっていうふうに思いますし、まあ、2軍でもそこまでね、めちゃくちゃ打てているわけではないというところもありますので、まあ、ある程度ですね、2軍と1軍足せば、まあ、400打席近くかなになっても来るので、まあ、それでこの成績っていうのはなかなかねちょっとこう悲しいものもあるのかなっていう風には感じます。で、2つ目守備ですね。マルモレホスに関してはここがちょっと厳しい感じもするんですよね。まあ、外野とファーストをですね、まあ、一応守ってはいるんですけど、やっぱちょっと守備がどっちも良くないということですね。まあ、正直ですね、まあ、こう DH 以外で使うのはちょっと気が引けるタイプの選手かなっていうふうに思います。まあ、楽天のチーム事情を見てもですね、やっぱこう DH はある程度こう流動的に使いたいところでもあるんですよね。なので、まあ、DH どっぷりですね使う可能性のあるマルモルホスに関してはやっぱちょっと使いにくいなっていうのはあるんですよね。で、3つ目起用法ということで、で、そのマルモルホスに関してはですね、やっぱこう使いにくさっていうのもあったのか、かなりの期間ですね、まあ、2軍で、まあ、調整しておりました。まあ、150打席以上ね2軍で立っておりますし、まあ、結構いなかった期間があるんですよね。で、まあ、9月に入ってまた呼ばれ出してっていうところで、まあ、どうなのかなっていうところですよね。まあ、この起用法、まあ、最後ちょっと試すかっていう感じで上げてきたとは思うんですけれども、まあ、ただそれまでかなり使っていなかったので、まあ、本当にここからよっぽど打たなければ、まあ、残留の線っていうのも厳しい感じはしてきますよね。まあ、そこを含めると、まあ、個人的要素はちょっと対談が濃厚なのかなという感じはします。球団のね事情的に、まあ、円安の関係とかもあるので、まあ、よそから連れてくるよりは2年目にかけた方がっていうところもあるんですけど、ただやっぱちょっとねこう球団の使い方というかマルモルフォスの扱い見ていればちょっとこう残さない感じもしてくるんですよね。なので、まあ、個人的予想としては今の段階ではちょっと対談が濃厚な感じはするのがこのマルモルホスでございました。じゃあ続いて見ていきましょう。はい、そして最後はクリス・ギッテンス、来日1年目28歳ですね。今期年俸約90万ドル、9月時点のレートは 1.2 億円ということで、年俸のベースはマルモレホスと同じですね。成績見ていきましょう。1軍では45打席で7安打、0ホーマー、1打点、打率1割8分9厘、スリーリス3割3分3厘、長打率が1割8分9厘、OPS 0.523 という成績です。で、2軍では52打席で13打4ホーマー8打点、打率が3割5分1厘、スリーリス5割、長打率が7割3分、OPS が 1.230 という成績でございます。はい、ギッテンスに関しては残留要素としてはまず2軍成績ですね。まあ、1軍ではそこまで打っていないんですけど、2軍ではですね少ない打席数で3割5分1厘ですね、 OPS 1.2 を超えてきているということなんで、だから2軍ではしっかりとアジャストできているんですね。で、二つ目、出塁率。まあ、これは二軍のね、出塁率見ても、5割と高いですが、まあ、一軍でもですね、打率1割8分9厘ですが、出塁率は3割3分3厘あるということなんで、まあ、ある程度ですね、まあ、そこは稼げるタイプの選手かなっていうところは、あるんですよね。で、三つ目、守備ですね。で、これが意外にでかいかなっていうふうに感じてまして、まあ、先ほど言った通り、マルモレホスはやっぱ守備ですね。そこが良くない選手ということを言ったんですけど、ギッテン氏に関しては、ファースト専門の選手ではあるんですけど、守備は悪くないんですよね。まあ、トリプル A の触れ込みからですね、まあ、守備はある程度いけるんじゃないかみたいなことをね、まあ、来日前から言われておりました。まあ、実際ですね、1軍2軍そこまで多くね守ってはいないんですけど、今のところこう全然ダメだなっていう感じもありませんし、まあ、意外に動けるんだなっていうところがねあるのかなっていうふうには感じておりますので、なのでここら辺はですね、まあ、ギッテンス非常にプラスなポイントなのかなっていうふうには感じます。
で、一方で対談要素としては、やっぱまあ一軍成績ですよね。まあ45打席ということで、まあそもそも打席があんま立ってないよというところになってます。まあこれは怪我による稼働ですね。これが非常に大きいですね。まあ怪我っていうのが何度かありました。まあそこの時点でですね、ちょっと首脳陣からの信用っていうのが、まあなくなりつつあるのかなっていうふうには思うんですけれども、ただ、まあ打席数が45打席しか立てていないっていうところにもなってきておりますので、まだですね、彼自身の実力っていうところは把握できていないっていうところもあるんですよね。なのでまあまあもうちょっとですね100打席近く立てば、もっともっと成績残す可能性もあるだけにですね、まあこの辺は何とも言えないところなんですけれども、ただ今の起用法から見てですね、ちょっとまたベンチスタートっていうのが多くなってきだして、まあ果たしてですね、首脳陣はこのギッテンスをどういうふうにまあ今後使っていくのか、残す気あるのかっていうところにもなってきますので、まあそこを含めた上で個人的予想は、まあ対談やっぱ濃厚なのかなというところであります。ただですね、まあ対談濃厚ハテナってつけているのは、まあマルモレホスより実はギッテンスの方が残留の可能性としてはまだ高いんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ってまして、まあ先ほど言った通り、まあ守備に関してはまあギッテンスの方がある程度計算できるよっていうところと、でまあ全然打席立ってないっていうことは、まあこっからですね打ち出せば一気にこう OPS とかもグッと上がってくるんですよね。まあ現に出塁率は現時点でも高いですし、多分ですね、まあヒット多分3、4本一気に出だしたら、まああっという間にですね、マルモレホスの OPS とかも抜いてくるのかなっていうふうには思います。まあそうなればまあ見栄えの成績も良くなりますし、まあギッテンス残そうかっていう考えもなくはないとは思うんですよね。まあそういうところから、まあある程度打席数立っているマルモレホスより、こっからギッテンスがある程度状態上げてきた時の方がですね、残留の可能性は高いんじゃないかなっていうふうには個人的には思いました。ただこのままですね、まああまり使われずに成績も残せないようであれば、さすがにちょっとですね、まあ来季残しておくのもなかなか難しくはなってくるのかなっていうふうに思いますので、まあ残留っていうところであれば、やっぱもうちょっとね何かしらしっかりと結果っていうのを出してほしいかなというふうには感じますが、はい、というわけで今日は以上です。最後ですね、さっとまとめて終わりましょう。はい、ではまとめていきましょう。今日見ていったのは楽天試合バスケット挙手予想4選手ですね。まずはまあブセニッツに関してはまあ複数年なので残留は確定というところですね。で、あとはソンチャーホーですね。まあ、彼に関しても、やっぱまあ、残留は濃厚でしょうということで。まあ、来季、ピッチャー2人に関してはですね、まあまあ、ほぼほぼ残留というところではないでしょうか。で、問題はまあ、やっぱ、マルモレホス、ギッテンス、2人の助っ人っていうところなんですが、まあ、今回はどちらも対談、濃厚という予想にさせていただいておりますが、まあ、ただやっぱちょっと読めないんですよね。まあ、動画出すのも遅れた原因として、やっぱこの2人がどうなるかっていうところで、なかなかちょっとね、答えが、まあ、最後までちょっと、出なかったかなっていう感じでもあるんですけど、まあ、ただやっぱこのままであれば、マルモレホス、ギッテンス、どちらも危ないかなっていうふうには思いますし、まあ、特にマルモレホスに関してはですね、ある程度打席もらっているので、まあ、その中で、まあ、今の、成績のままであれば、なかなかこう厳しいものもあるのかなっていうふうに思います。ただね、何度も言うように円安の影響とかもありますし、まあ、こう、ある程度は残しておきたいっていう気持ちはあるとは思うんですよね。まあ、なので、マルモレホス、ギッテンス、どちらか残る可能性っていうのは全然あるかなっていうふうに思いますし、まあ、それで言うとどっちかというとね、ギッテンスの方が、ここからですね、状態上げてくれば、成績も、見栄えも良くなってきますし、まあ、残留っていう線もないわけではないのかなっていうふうには感じましたので、まあ、個人的な見解としては、まあ、ギッテンスの方がマルモレホスより残留の可能性っていうのはもしかしたらね、成績は今下なんですけどあるんじゃないかなっていうのは、まあ思ってます。まあここはちょっとね、人によってかなり違ってくる見解かなっていうふうに思いますので、まあ私的にはそういうふうには感じました。まあ、あとはですね、楽天に関しては、支配下の助っ人が4選手というところで、まあ、ちょっとこう、歪な構造にはなっているんですよね。まあ、やっぱこれは西川春樹選手取っちゃったっていうところが大きいのかなっていうふうに思います。ただ、やっぱこう、5人いなかったっていうところで、まあ、一時はですね、助っ人、1軍に0人っていうこともなってしまったので、なかなかね、こう、勝ちきれない原因の一つなのかなっていうふうには思いますし、ここら辺は編成のね、明らかなミスなのかなっていうふうには感じます。ですが、来季に関しては、まあ、田中将大選手、
手、まあ現在9億円の年俸ですね。浅村選手も5億から7億円というふうに言われております。この2人の減俸がね、ほぼ確実視されておりますので、まあある程度ですね、こう資金的にも余裕は出てくるかなっていうふうには思うんですよね。まあなので、外国人助っ人、まあ5人ないし6人体制で臨める感じはするので、まあまあこの辺をどうしていくかっていうところですよね。なので来季は助っ人5人以上っていうところを、まあ補強してほしいなっていう、感じはしますので、まあしっかりとこの辺のですね、動向っていうところに注目かなっていうふうに思います。で、今日は以上ですね。よければ、チャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット。ありがとうございました。